みすぞろいの服も着たし、支度ならば済ませている。今宵は綺麗な君が白い服をつけた二人の記念で、だけど君は怒っている。どうしたのか、新しいドレスが届いてこない。僕はただ恐る恐る顔色を見ている。もう8時だ、時が無駄に流れていく。髪を溶かす意地の悪い言葉ばかりだ。今夜これから二人だけで芝居小屋へ出かけるのさ。出し物はね、歩いなさい。それともサルトル、芝居好きの君のために。君の記念日、僕の記念日、やっと届いてきた。僕は時を稼ぐために手助けをする。それがまたね、悪いことにファスナーが壊れ、二人は夢中で押したり引いたり、上げて下げて、そして取った縫い目までが破れて、しまった君の目に涙びら溢れる。11時に治ったけれど、問い合わせしまっている。正月さん、これから二人でも君泣いてばかり。夜の街を黙って歩く。そっと抱けば、やっと君は微笑んでくれた。愛し合ってる、またのチャンスいくらも